大谷さん、新治療で復活が判明。9年前の田中将大とは、損傷の部位や程度、年齢や肉体のコンディション、医学の進歩も含め同一には、くくれない要素が数多くある。天井知らずの高みを目指す大谷の価値観からすれば、トミー・ジョン手術を受ける可能性は高いと思うが、その一方で大谷の制球力、豊富な球種を考えれば、PRP、多血小板血小療法を選択し、多少の出力ダウンを図ったとしても、十分にエースの投球はできるのではないか。PRP の洗礼も経験あれば、トミー・ジョン手術の経験もあるし、2回の洗礼もある、ドクターとチームと話し合って、納得いく選択をするだろうな。個人的には、2回目のトミー・ジョン手術をすると思う。大谷は間違いなく、手術を選ぶだろう。出力を落としてというのは、大谷がまだ目指している場所じゃない感じがする。やるならもう今季は諦めて、早めに手術して、来季は開幕から打者専念、25年に二刀流復活を目指した方がいいと思う。現在の田中将大を見たら、あの時手術をしていたら、と思ってしまう。大谷には中途半端なことにならないよう決断してほしい。個人的な意見としてはもう打者に専念でいいと思います。もう二刀流として10年以上活躍してきてもう十分。中途半端な技巧派ピッチャーで二刀流を続けるぐらいなら、大谷の後半は俊足強肩の外野手として見てみたい。だから、ピッチャーを続けるなら、しっかり手術して元に戻してほしい。それをしたって、大谷にはバッティングがあるんだから。大谷の場合はたとえ長期休んでも、この間はバッターとしての活躍ができますからね。やはりオペを選択して完全復帰を目指すのでは。いや、絶対に手術すべき。その若さと時間が翔平には、まだある。今の田中の成績見たらなぁ、マー君は手術していれば、もっと長くメジャーでやれた。彼は成功例ではなく失敗例だ。田中将大は、投げられるようになっただけで、復活できたとは思えん。今の田中将大、立ち位置考えたら、トミー・ジョン一択のような気がします。どういう選択でもいいけどよ。働きすぎなんだよ、大谷。このチャンネルでは、大谷選手の動画を中心に毎日更新中です。毎日更新頑張るので、よかったらチャンネル登録だけお願いします。